2018年5月25日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第3502話、小。コキペ。とりあえず1。兄貴と兄貴の友達と俺でガチで廃墟。精神異常者の病院と戦前の隔離施設に行ったことがある。各自装備を整えて戦利品を持ち帰ろうという企画だった。それも大人数で行った。正直俺と兄貴も知らない奴も混じってた。まあ兄貴の友達の友達だろうと思ってた。で結構は深夜。それも真冬の0時、俺と兄貴たちはガチでやんちゃだったから何も心配などしてなかった。実際、兄貴はエアガン装備で金属バットを持って行ったし。まあ今じゃ犯罪者だな。わら集合時間になって現茶で特攻。まずは精神の方に行った。そこはかなり荒れてて、注射器とか手錠みたいなものがたくさん捨てられてた。でとりあえずそこら辺の病室に入った。そこには拘束具のついたベッドがあった。これがガチでやばかった。まず冷たい量に散らかってた。あと髪の毛も大量。なんか兄貴たちはハイテンションで全くビビってなかった。俺は、ガクブル。遺書らしき紙お戦利品にゲットした。封筒だからその時は、金でもは言ってんじゃねわら、とか言いながらゲットした。で部屋から出る時に俺は、壁を見てみたらこう書いてあった。殺す殺す食べてやる食べてやるみんな食べてやる。ここから出せ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 。俺は、死にそうになった。兄貴たちに部屋から出た後に、兄貴、やばくね？ここ。さっき壁にやばいこと書いてあったよ。が兄貴は信じてくれず笑ってスルー。次はなんか頑丈そうな部屋があった。コキペ。に、その頑丈そうな部屋に入ることになった。そこは重度の精神異常者が入るとこだったっぽい。鍵かけた後あった。そこは明らかに雰囲気が違ってた。なんかガラスが大量に落ちてて壁に散らしきものがあった。兄貴たちも少しビビってた。が、なんかないのかなぁ、とか言いながら侵入。結局何もなかった。まあ普通こういう部屋にはベッドしか置かないけどね。で怖かったのがこの後。頑丈そうなドアがいきなり閉じちゃったわけよ。中から開けれない仕様。窓もない。つまり閉めたら真っ暗よ。まさに闇だったね。まあ兄貴の友達の何人かは外にいたからよかったんだけど。こうして出るとき俺は、そのドアの内側のドアノブ触っちゃったんだ。そうしたら血じゃないんだけど変な液体がついた。なんて言えばいいのかな。鼻水みたいな痰みたいなやつ。それが臭いんだよ。腐った臭いっていうかそんな感じ。ちなみに一週間週った。で精神病院にも飽きてきたので最後に飲食を作るところ。厨房に行くことになった。コキペ。兄貴たちは笑いながら俺は、ガクブルしながら厨房に着いた。そこはやばかった。なぜか包丁などの刃物散乱。尋常じゃない数だった。戦利品を探しているとあるものを見つけた。真っ黒に焦げたコック帽。まあ全然戦利品じゃないがとりあえずこれゲットした。で厨房から出ようとしたら、いきなり、ガシャン。とか音がしてた何あった皿やら鍋やらが一斉に落ちた。さすがに異変を感じてか兄貴たちもビビって病院からさっさと退散。そして出て気づいたこと。包丁の刃が何かを切ってギザギザになってた。そして白い粉みたいなものがついてた。このことは俺しか知らない。その時点では、俺は、戦利品持ちかかり。もう泣きそうな俺。というか中べそ書いてた。笑んで病院から出たんだけど真夏なのに異様に外が寒い。そして入る前に月が出てたのにどこにも見えない。そして最後の隔離病棟に突入することになった。コキペ。その隔離病棟は木造でできてた。知らない人が見れば学校に見えるかも。入り口ぶち破って侵入。
とりあえず一番近くの病室行った。精神病院と違って普通の病室でした。で、小机があったんで引き出し開けようとしたが、開かない。鍵かかってはいないんだけど開かない。だから兄貴と俺で思いっきり引っ張ったら開いたんだが、なんと中身は干からびた指と歯。多分全部。そしてそれらは真っ赤に染まっていた。そしてメモが一つ。あいつら俺たちを殺す気だ。俺は、死にたくない。全員殺してやる。呪ってやる。ここに俺の章を残す。こんなもんはさすがに持っていこうとは思わなかった。メモ読んだ時はやばいと思って速攻で病室出て一度外に出た。兄貴の友達が何人か入って一時中断になった。そいつらは結局帰るとか言ってそいつらだけで先に帰った。残ったのは俺と兄貴と友達二人。しょうがないから一番上の階に行って院長室探そうということになった。コピペ。そしてついに3階に着いた。そこだけはなぜか湿気っぽくて臭い。病院の臭さとは違う臭さ。もう着いた時点で俺は、大泣きしながら。やめよう。やめよう。やばいってば。兄貴やばいって。って何度も言ったんだが、兄貴はさっき書いた通りやんちゃだから。うるせえんだよ。おめえは女か？行くと決めたら行くんだよ。字で書くと怖くないが、兄貴はバリバリ893風だったんで怖い。逆らって一人で帰ろうとしたんだけど道覚えてないし、何より一人になったら死んでしまうんじゃないかと思ってた。しょうがなくついていくことに一番奥の部屋が院長室らしくて入ろうとしたら、ライトがぶ壊れた。しかも2本とも。俺と兄貴たちはポカーン状態。真っ暗になった。闇ってのはこういうのんだんなって思った。しょうがなく兄貴と友達のライター3個で突撃。俺は、光なし。オメガ。コピペ。そして院長室のドアを開けようとしたら、先ほどの変な液体がついた。もう無視してドア開けた。そうしたら大量のゴキブリが正面から飛んできた。マジでやばいほどの量。俺は、発狂して回った。兄貴はエアガン撃ちまくってた。でゴキブリがいなくなった。俺は、もう何がなんだかわかんないで兄貴の服掴んでた覚えがある。中に入ったら床に白衣らしきものが落ちてた。その白衣が思いのほか綺麗だったんで戦利品だと思い、白衣を取った。そうしたら白衣の、にさっきの包丁と同じ白い粉があった。今回のは粉というより塊に近い。俺は、瞬時に理解した。これは骨だ。間違いないと思った。俺は、その場で泣き崩れてしまった。兄貴たちは俺を置いて奥へ入っていった。コピペ。奥へ進んでいった兄貴たちや兄貴から聞いたその時の様子。まず同じように白衣が大量に落ちていた。そして尋常じゃない虫の数。歩くごとにブチブチ音がしたらしい。兄貴は長袖でよかった。笑って言ってた。そして院長の机があるところに着いた。院長の白衣だけはなぜかなかったらしい。その代わり割れたメガネが椅子にあったそうな。机の上には白い粉。兄貴はこの時点じゃ骨のことは知らなかったからどうにも思わなかった。その机にも引き出しがついていた。また、これも開かない。兄貴たちは机を蹴り飛ばした。開いた。その中にあったのはまたもや大量の紙と歯。紙の量が半端なかったらしい。今度もメモじゃないけど紙があったんだって、そこには俺たちの怒りは収まらない。俺たちはもう死ぬがここに俺たちを入れた奴らを殺すため、俺の章をここにも残す。兄貴はもうダメだと思ったらしいが最後にもう一つの引き出しを開けることにしたそうだ。つくづくすごい兄貴だと思ったよ。コピペ。最後の引き出し開けると木箱があったそうな。紙で巻かれていて真っ赤だったってさ。開けようと触った瞬間に兄貴の髪が後ろから誰かに引っ張られたんだって。後ろには誰もいなかった。横の友達も同じ風になったって。兄貴も嫌な予感がしたらしく箱捨てて退散しようと俺のとこまで走ってきた。俺は、
それ見てたんだけど兄貴たちの後ろから黒い人が口開けながら、顎なんかないみたいに開いてる。追いかけてきてた、兄貴が俺のとこ来て。やばい。これはやばい。持ってるもの全部捨てて入り口まで走れ。絶対に後ろ向くな。もうライターも捨てちゃってて真っ暗の中俺たちは一階まで走った。追いかけてきた黒い人の足音が後ろから聞こえる。しかもだんだん多くなっていったのが分かった。なんとか入り口まで着いて、ドア開けようとしたら、なぜか開かない。兄貴は、お前ら壊せ。早くしろ。って叫んだ。俺は、近くの椅子で叩きまくり兄貴たちは金属バットで叩いた。なんとかぶ壊れたんだけど、黒い奴らがすぐ後ろにいた。俺が最後尾だったんだけど、髪つかまれた。コピペ。髪引っ張られても無理やり走ろうとする俺、なんとか振り払えたんだが髪が抜けた。そんなこと気にしてる暇なんてなくて走った。病院から出てたら黒い奴らは消えた。とりあえず現茶のところに戻った。兄貴も泣きそうだったよ。さすがにね、そこで少し現状確認してみた。まずみんなの肩が濡れていた。そしてすげえ驚いたのが俺の足の爪が剥がれていた。しかも靴の中に爪はない。兄貴も同じ風になってた。友達は気持ち悪くて泣きながらずっと吐いてた。とりあえず帰ろうってことになって各自帰った。本当に恐ろしいのはその後だったコピペ。次の日にみんなで会おうと兄貴に提案した。兄貴は連絡をした。しかし先に帰った友達が昨日から帰っていないという。俺らは確かに帰るとこを見た。しかし帰っていないという。俺と兄貴と残った友達は探すことにした。もう一度病院への道をたどった。しかし誰もいない。唯一見つけたのがバットが落ちていたぐらいだ。こうして結局見つけられず帰った。ファミレスで話し合うことにした。俺たちは何をしてしまい消えた奴らはどうなったのか。あそこは何だったのか。これからどうするべきか。俺たちは消えた奴らの家族には病院のことを伝えないことにした。呪い？伝染してしまうかもしれないと恐れたから。そして病院については絶対に誰にも言わないこと。このことはもう忘れることを約束した。また次の日俺と兄貴は近くに神社にお祓いしてもらいに行った。神主に俺たちを見てもらったらコピペ。俺と兄貴には呪いがかかってるらしい。話によると俺は包丁とか持っていたから。兄貴は箱を触ったかららしい。兄貴の方が強い呪いだってさ。箱の呪いは、昔同じように箱の中に子供のへその緒とかいろいろ入れてやる呪いがあって、それを改良したんじゃないかって神主さんは予想してた。一応半日かかって呪いは解いてもらったんだけど他の友達にもやった方がいいって兄貴は言ったらしいんだ。でも連絡つかなくなってたって。家族が言うには昨日から帰っていないとさ、もう兄貴と俺は、終わったな。って思ったよ。んで、図書館で病院のことについて調べた。図書館で分かったこと、病院は何かが原因で閉鎖された。大量の医師と看護婦が行方不明になった。患者は全員死んだ。精神病院とは名だけで本当は軍が捕まえてきた反政府思想の持ち主が収容される場所だった。そして入れられた人は拷問されていたこと、隔離病棟で殺していたこと。コピペ。こんな感じのことが分かった。俺と兄貴は気になって100歳近い近所のおじいさんにも聞いてみた。おじいさんはこのことについて詳しく知っていた。おじいさんが言うにはあの施設は地獄だったという。おじいさんは元郵便局員で一回だけ配達に行ったことがあるらしい。その時見た光景は今でも鮮明に覚えているそうだ。まさに地獄絵図だったそうだ。わめき声、叫び声が常に響いていて。発狂？してる人を押さえつけてどこかへ運ぶのを見たそうだ。そこには軍人もいたという、おじいさんはそれっきりそこには行かなかった。
というか自分から断ったらしい。図書館のようなことは当時知られていなかったらしい。表向きにはただの病院だったらしい。これ以上のことは言いたくないと言っていた。コキペ。俺と兄貴は話を聞いた後しばらく外出を控えた。かなり痩せた。その間も友達は帰ってこなかった。後日、こういうことが分かった。いなくなった友達は全員地元民だった。俺と兄貴は引っ越してきた。そして皆家族のいずれかが軍人だった。生きてる状態で病院の奴らは殺したが殺し損ねた奴らがいたんだと思う。多分奴らは残った軍人や自分たちを殺した医者を殺すために、呪い？としてこの世に箱を残したんだと思う。そしてそのままずっと病院に呪いは残っていた。で俺らが来た。そして軍人に関係ある奴らが殺された。俺と兄貴は関係なかったためあの程度で済んだ。まだ呪いがあるかはわからない。しかし奴らは、まだいるのかもしれない。人間っていうのは本当にヤバいと思った。ネットで見つけた怖い話。第3503話、爪。自治スレでローカルルールタオ議論中。じいさんが中古で買った土建を、親父の世代でリフォームするときのこと。今の畳の下に、剥がしたらしい感じの爪が並んでたらしい。並んでたって言っても、横じゃなくて、縦だって。畳の下の床板に縦に挟まってて、畳に食い込んでた跡もあったって。かなり黒くなってて、チラシーのもついてて。一番嫌なのは、枚数が15枚もあったってこと。あと、そのリフォームした家に今も住んでること。親父は、じいさんが買う前に何かあったんだろ。としか認識してない。嫌すぎる。ネットで見つけた怖い話。第3504話、さよなら。自治スレでローカルルールタオ議論中。仕事行く前に問うか。これは B と遭遇する前の話だ。俺の知ってる話としては珍しく後味が良いというか、綺麗に収まっている話なので、書いてみる。はじめに言ってしまうが、俺は、ホテルで働いている。人手が足りない時なんかは15時間労働したりするが、楽しくて仕方がない。A とはよく行きつけの食堂で飯を食う。何があった？最近どうだ？よく会う割には話題は多い。俺は、カツ丼ぶりラーメンを頼み、A は餃子にビールを頼み、だらだらと様々なことを話す。中でも怖い話というか、そういう話は毎回出る。A は霊感がすごいやつで、いろいろ助けてもらったり、巻き込まれたりもした。その時の話や、今現在やってることなんかもよく話す。ただ、その時は珍しく俺が話のネタを提供したんだ。自治スレでローカルルールタオ議論中。うちの支配人が若い頃、実際に体験したという話だ。当時、支配人はフロントとして外資系のホテルでバリバリ働いていた。そんなある日、支配人はナイト用務と言って、専門のナイト担当者がいないホテルでのいわば宿直として、夜11時から朝8時まで働くことになった。深夜2時、ベルが鳴ったそうだ。ナイトは初めてではない。慣れている。フロントバックで休んでいた支配人はいつものように返事をしてフロントに向かった。フロントに出てみると、いかにも暗そうな女性が立っている。危なそうだ。そう思ったが、その時は閑散期。お客様は一人でも欲しい。少し迷ったそうだが、結局料金を先にもらって、市政領収書を切って鍵を渡したそうだ。そのお客様を見送った後、支配人はフロントに引っ込み、仮眠を取る。4時過ぎに電話が鳴った。仮眠から起きた支配人はそれを取る。内線だ。ナンバーディスプレイに表示された内線番号は、さっきの女性の入った部屋だ。はい、フロントでございます。無言。もしもし、いかがされましたか？耳を澄ますと、妙な音が聞こえる。まさか、何かあったんじゃないか。そう思った瞬間、
女性の息遣いが聞こえた。ああ、すいません、なんでもないです。支配人は胸をなで下ろした。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ、ごゆっくりお休みください。そんなやりとりをして、受話器を終えた。自治スレでローカルルールタを議論中。チェックアウトというのはラッシュが来るとなかなか終わらない。ビジネスマンが多い平日は朝早くに集中し、早番と応対するか、最悪ないと担当が一人で応対する。休日は楽だ。チェックアウトのラッシュは遅く来る。うまくいけばないと担当が帰った後にラッシュが来るが、そうじゃないとないと担当がそろそろ帰るか、という時間にラッシュが始まる。そうなるとなかなか帰れない、その時は後者だったと支配人は言う。ラッシュが8時頃から始まって、閑散期なのにリミットまで続いた。リミットというのは過ぎるとチェックアウト延長料をいただく時間だ。10時までな。それで、ラッシュが切れた頃にふとキーボックスを見たんだよ。あの客は、チェックアウトしていない。不安になった支配人は電話をかけた。もちろんその部屋に。出ない。不安を煽られた支配人はその時の上司に頼んで、一緒に客室に向かった。マスターキーで部屋を開ける。女性はいびきをかいて眠っていた。白いドレス姿で。きっと、婚約者に振られたんだろうな。支配人はそうつぶやいた。さて、当時の支配人と、その上司の目は、自然とベッドの横に行った。そのスタンド付きの小さな机にはたくさんの錠剤の殻が散乱していた。睡眠薬を使った自殺だとすぐにわかる。そして、電話側のメモ帳にはぐにゃぐにゃと曲がった文字が書いてあった。あの文章が忘れられないんだよ。支配人は言った。四字バツバツ文。さようなら、自治スレでローカルルールタを議論中。支配人が電話を受けて、すぐのことだったらしい。支配人と当時の支配人の上司は救急車を呼んだ。いびきをかき続ける女性が入れられた救急車を見送った後、支配人の上司は、あれはもう、ダメだな。そう言ったそうだ。ここまで言い終えて支配人はため息をついた。あの息遣いは、薬を飲み下した後の息だったんだな。話は、まだ続く。それから数ヶ月して、支配人がまたナイトを担当した時に、暗い顔をした中年夫婦が来た。〇〇〇号室は開いてますか？夫婦のその言葉を聞いて、支配人は理解してしまった。あの女性は結局、死んだのだと。けどさあ、おかしいよな。話を終えた支配人は続けて言った。なんで、ルームナンバー知ってんだよ。自治スレでローカルルールタを議論中。そりゃあ、聞いたんだろうよ。支配人の話を俺の口から聞き終えた A は何杯目だったかのビールを飲み干していった。誰に？わかってんだろ。嫌な笑顔で言い返された。そんな気はしてた。救急隊員から聞いたのかもと思ったが、支配人が疑問に感じるという時点で、その推理は間違ってるということになる。でもよ、泣ける話だよな。は？俺は、間抜けな言葉を返した。こいつの頭の中では両親の枕元に立つのが親孝行なのか？そんなことを一瞬考えた俺に、A は嫌な笑いを見せた。そのさようなら、ってのは、誰に向けた言葉だ？誰って？家族とか、その彼氏とかだろう。ウェディングドレスを着て結婚式を挙げる予定だった。そのことを告げると A は、彼氏は含めない。家族だけだ。だってドレスを着てるんだ。自分を捨てた相手に、ウェディングドレスを着てさようなら、なんて言わないだろ。そう言われるとそんな気がしてきた。けど、彼氏は含めない理由がわからない。それに、自分を捨てた彼氏に対する当てつけとも考えられる。ああ、前提が違うんだよ、お前は。俺の反論を聞いて笑みを深くした。彼氏は死んでるんだ。だから、彼氏は含めない。だから、メモは残した家族に向けたさようならだ。だから、ウェディングドレスを着た。
これから彼氏に会うんだ。さようならなんて言わない。だから、お連呼して言わしめくくった。な、感動できる話だろ？どっちが本当のことかはわからない。個人的には、きっと A は間違っていて、正しいというか正解に近いのは俺の方だと思う。けれど、あの時、自分にはわかるとでも言うように断言した A を見ていると、どちらなのか、わからなくなってくる。以上。見てくれた人、ありがとう。ネットで見つけた怖い話。第3505話、声だけの存在。自治スレでローカルルールタを議論中。3時までの暇つぶしに投下。A も B も関係がない、けれど俺に深く関わる話だ。俺は、ホテルで働いている。もともとは普通のフロントとして働いていたのだが、ナイトフロントをやっていたバイト君が辞めたために、俺がナイトフロントをやるようになった。フロント経験がある社員をナイトフロント専門にするという決定に現場から文句が出たが、昼の業務を理解している社員がナイトを専門にやることで、以前よりもスムーズに仕事が回る。いつの間にか文句はなくなり、仮決定は本決定になり、俺は、本格的にナイトを専門にやることになった。自治スレでローカルルールタを議論中。仮眠の時間になる。フロントバックで休む。女の声がする。呼ばれてるみたいだ。フロントに出る。誰もいない。そんなことが昔からあった。仮眠をしていると女の声が聞こえ、デリヘルか？お客様か？と起き上がる。フロントに出ると誰もいない。女の声も消えている。ナイト専門になってからもそれは続いたが、そういうもの。の気配を探ろうとしてもよくわからない。A ならば何か見えるかもしれないが、俺には見えない。確信もない。そのうち、俺は、声を無視するようになった。この間の話だ。フロントバック、マネージャーが遅くまで残って仕事をしていた。眠れないと言って支配人が客室から降りてくる。支配人は空室で寝泊まりしていた。絶対あの部屋なんかいるよ。と俺に渡してきたのはバリアフリーは用。いわゆる新商社用の部屋だ。支配人、おいくつですか？うるせえよ。お化けが怖い、というのは笑い話だ。マネージャーが支配人をからかう。俺も思わず笑いかけたが、フロントにお客様が来た。そういえば未着のお客様がいたと俺は、椅子から立ち上がり。はい、声が重なった。マネージャーだ。マネージャーはジェスチャーで。俺が行くよ。と俺に伝える。マネージャーは一秒も経たずに戻ってきた。なあ、お前も聞いたよな。ああ、と思った。俺の勘違いじゃなかったのか、と。自治スレでローカルルールタを議論中。その後、なんだなんだと半切れしながら騒ぐ支配人を俺がなだめ、寝れないから一緒に寝てくれという言葉を。マネージャーが全力で拒否り、なら俺は、お前の家に泊まると支配人はマネージャーと出て行った。結論を言うと、うちのフロントロビーには何かがいる。俺が聞いた、マネージャーが聞いた。二人が同時に聞いた。俺は、そういうものがいればわかる性質だ。だが、その声の主の姿は見えない、気配もない、けど、いる。声だけの存在というのは、一体どんなものなんだろうかと時折考える。今日は、まだ、女の声は聞こえない。聞こえてきたのは男の声、泥酔したお客様だった。ネットで見つけた怖い話。第3506話、死神。自治スレでローカルルールタを議論中。ケイヌ、中国四国、4分の1。大体一つの遊具で一人同級生が死んで撤去されてる。そのすべてを目撃してきたから俺の心にも影を落としてる海戦闘上級生が回してぶっ飛んで鉄棒に頭ぶつけて赤い泡吹いて同級生死亡。
海鮮ジャングルジム外れて同級生の足が挟まり開放性骨折容体が急変して2日後死亡。ゆりかご手こぎしてた同級生が着地で滑り、ゆりかごと地面に挟まり死亡。列車シーソー満員の時こぎすぎて遊具外れる首骨折、出血多量で同時に2人死亡ミスター J。東京都。3分の3。南通死神、わら。ネットで見つけた怖い話。第3507話。咳込む声。自治スレでローカルルールタを議論中。読んでる人には怖くないと思いますが、東方、喫煙者。深夜2時頃まで起きてたある夜、自室で一服した。ぷはーっと煙を吐き出す。その煙が数秒後にもわもわと部屋全体に広がったタイミングで、部屋のクローゼットの奥の方からコホンコホンと咳込む声がかすかに聞こえてきた。外の声や音なら聞こえ方が違うので、はっきりと聞き分けられる。クローゼットは着なくなった服や荷物がぎっしりで、何かがいるスペースはない。ネットで見つけた怖い話。第3508話、空で。自治スレでローカルルールタを議論中。怖い話というか怖かった実体験です。高校時代の話です。自分は田舎に住んでおり、毎朝、電車で通学していました。電車の本数も少なく、始業の時間より1時間近く早く学校に着くので、始業まで、教室で友達と話す毎日でした。高校3年の夏、いつもと同じように始業まで友達と話していました。その時、自分は一番後ろの席の横に立って前の席に座る友達と話していました。ふと、机についていた手に目をやると、机の中、下から伸びた手が、手首を掴んでいました。怖くなってしまい、しばらく手を見つめることしかできません。友達に伝ようと思い、友達に目をやって、なあ、とだけつぶやきました。しかし、自分の手首をもう一度見るとすでに手はありません。怖い話が嫌いな人がいたので、そのまま話を濁して終わりにしました。今でも何だったのか疑問です。ちなみに、握られたっていう話によくある、握られた跡などはありませんでした。そういえばあの時期、手首が痛くなることが多かった気がします。原因は不明で、祖母に、空で、空手だと言われ毎回手首に紐を結ばれていました。今日のオカルトスレ、面白いホラー映画教えて。洋画邦画問いません。リンク。新耳袋殴り込み。行儀を言ってちょっと気になった。どんな感じ？おじさんたちが心霊スポットでワケワケする感じ。おっさん萌えか。ありだな。雪雪て新聞。見るの？何これ？割と気になる。見るよ。インシディアス。全部見ました。ていえ、ヌン待機中。新耳袋の初期。新耳袋見たことない。っていうか邦画ホラー白石明氏の以外ほとんど見たことない。っていうか映画じゃなかった。すまん。黒い家か怖い女。映画じゃなくてもビデオ作品ならいいよ。どっちも見たことないわ。黒い家はよくホラー映画の話題に上るね。怖い女が幽霊枠で、黒い家が人間が怖い枠でチョイスしてみたやで。サンクス。見つけたら借りてみるわ。最近レンタルビデオのホラー枠がどんどん縮小されていって悲しい。珍しくない手法だけど画面がずっと主役の兄弟が撮ってるハンディカメラ目線。田舎の祖父母に会いに行くお話。ビジット。ライトオフ。ライトオフ見たいんだけどまだ純新作で高いから借りてない。ビジットってどんな感じ？貞子 VS キャン&2万、
539個は鉄板。最初から最後まで楽しい。定かやはもちろん見た。化け物には化け物をぶつけんだよ。が最高。キャビン。これ大好き。これまでに見たホラー映画の数だけ楽しめる。全然元ネタわからんかったけど地下施設入ってからの展開はそんなん度外視で楽しかった。個人的にはあの仮面つけた4人家族みたいなのが好き。めちゃ面白いよね。ベタな展開の繰り返しから予想の斜め上を行くラスト、最高。DVD 買っちゃったもん。キャビンは予告編すら見ずに見るべきだと思う。こいつら好き。特にツインテの子可愛くて好き。キャビンはアマゾンプライムで暇つぶしに見たらめっちゃ面白かったわ。割とマジでに見たいけどどうせ一の焼き増しみたいになるだろうなっていう懸念がある。でもあのモンスターを捕まえるみたいな番外編は見たい。俺は、日本の展開を見せてほしい。なんであんな風になったのか、わら。ショーン・オブ・ザ・デッド。ゾンビランド。日本でやると最終的に貞子とキャヤシが合体しちゃうから。ショーン見たいんだけど近場のレンタルビデオ屋に置いてないんだよな。ゾンビランドは見ました。ドントブリーズ。忘れてたわ。それも見たいやつ。ヒルズハブアイズは見た？ごめん見てない。てかタイトルすら初めて見たレベルかも。とりあえずおすすめだよ。暗い森とかそっち系だね。クレイブンが関わってるんだなこれ。スプラッター好きだし見てみるわありがとう。It follows。グレイブンのヒルズハブアイズは放題はサランドラだかカサンドラだっけか。なんかデビュー作だけあってグレイブンにしては編集雑かも。ただアイデアの面白さは随所に感じられる。マーターズとかは？あれ好き。ただしリメイク版作ったやつはしね。あと、ケッチャムとラッキーマッキーのやつ。ラストが強烈に笑える。グッドナイトマミーも良かったな。似たあらすじの映画はあったけどこっちの方が好き。マーターズはなんか面白そうだと思ってるけど結局見てないな。ケッチャムとラッキーマッキーちょっとググるわ。エスターとディセント好きだけどもう見てそうやな。エスターは見た。ディセントはなんか見てないわ。エスターってお前何歳やねん。ってやつだっけ？それそれ。でもあの子割と普通に可愛い。アザーズってホラー？ディセントいいぞ一も二も好きだわ。地獄の変異とかもあれホラーかな。モンスター系好きなら好きだと思う。一応ホラーの棚にあるからホラーだよ。サンクス。見てみるわ。なんか地下かなんかに閉じ込められるのだっけ？地下っていうか洞窟だね。前編通して暗いから画面の明るさ調節してね。エスターに出てた女の子はガチで耳が悪いらしいな。わかった。部屋の照明消して画面明るさマックスにするわ。それって夫婦の娘役の子？アザーズとかシックスセンスはホラーの棚に置いてあるせいで損してる感じある。娘役の子だな。確か役でも耳悪かったよね。逆にキャビンがミステリーに置いてあってネタバレすんなよって思ったことある。そうそうその子。ぶっちゃけあんまり印象ないけど。ヒューマンキャッチャーとジーパーズクリーパーズ繋がってると知らずにヒューマンから先に見てしまった思い出。配給会社が変わってタイトル変わったんだっけ。罠男とパーフェクトトラップみたいな。邦画なら呪いも見とけ。そうそうその二つも見事にやられたわ。呪い見た。松本まりかが可愛かった。割とよくヒューマンキャッチャー置いてあるけどジーパーズクリーパーズはないってパターンある。アルバトロス作品。ホラーじゃないけどインタビューウィズシリアルキラーってタイトルのテレビ映画見たけどアルバトロスにしては普通にできよかった。フォースカインド。
まあヒューマンもジーパーズもニコニコで見られるからまだいいけど。レビューで酷評割と多くて見てなかった。面白いの？マジで？じゃあニコニコで見るわ。プライムにあるからブログ。面白かったよ。っていうかレビュー見ると面白さ減るでしょ。申し訳ないけどモンスターものは好きじゃない。レビューって過評価だわ。まあ面白いなら見てみる。マニトウ。じゃあイライロスがメイクアップ狂気の 3P のリメイクしたノックノック。ディセントとかヒューマンもモンスターものには軽いされそうだぞ。わら。古い映画だなこれ。レンタルあるのか。ノックノックってキアヌ・リーブスが出てたやつ？有名俳優が出てるのホラーってなんとなくハズレが多い気がしてたから避けてたけどイライロスなら見てみようかな。そんなんなの？フォースカインドはモキュメンタリー好きならまあまあハマれるんじゃないかな。俺も嫌いじゃない。レビューの評価が低いのは、予告編がインパクトのあるシーンつないで変に期待感煽りすぎたのと、なぜか日本人はモキュメンタリーを見ると、これ偽物じゃねえか、みたいな意味不明な切れ方する人が多いからだと思う。わからんけど何気にトラウマだ、わら。ディセントは大好き。教授エンザファイナル見たけどクソつまんなかった。フォースカインドってモキュメンタリーなのか。一気に興味出てきた。見るわ。ネットに落ちてるの願うわ。サンクス。ディセント評価いいな。見るわ。予告かなんか見て興味そそられてたはずなんだけどなんで見なかったんだろ。白石監督いいよね。思考は、ある優しき殺人者の記録だわ。ディセントは他作品でもおなじみのパクリタイトル何作かあるから気をつけてな、わら。お前らサンクス。いっぱいこれから見るリストが増えたわ。じゃあ今から殺人ワークショップとモールスのモンスタートーナメント見てくるわ。殺人ワークショップいいね。白石監督は日本のホラー監督で一番好き。キャビンはもちろんとして。個人的に推したいのはママ。ママ気になってた。おすす。おしまい。